ストラスブール、ストラスブール、フッツ、アルザス語、シュドリュースボレ、アレマン語、ストロスバーリーは、グランテスト地域圏の主婦である。バイコールラン圏の県庁所在地でもある。フランス北東部のラインガーサガに位置する。河川港を抱える、交通の要衝である。対岸には、ドイツの都市ケールが存在するが、宣言協定によって、 パスポートチェックなしで自由に行き来れる。2007年6月10日には TGV 東ヨーロッパ線が開業し、パリ東駅と2時間20分で結ばれたが、2016年より所要時間が短縮され、パリ東駅とストラスブール間の TGV は直通1時間50分で結ばれていい。ストラスブール、シュトラスブルクの語源はドイツ語で街道の街であり、 交通の要衝として栄える。ライン側にフランス最大の河川港を持ち、交通の便の良さから商工業が盛んである。1998年から統治のガを支配している。かつてはドイツの新生ローマ帝国に属したが、近世諸島にドイツの混乱に乗じて、フランス王国が侵略して併合する。以降、ドイツとフランスが、 領有権を争った土地として有名である。言語や文化の上では、ドイツ系であると言えるが、下記のように1944年以降、政治的にはフランスに属する。現在は、欧州評議会や欧州人権裁判所、また EU の欧州議会の本会議場を応用し、ベルギーのブリュッセルと共に EU の象徴的な都市の一つとなっている。フランス国立行政学院。 エナ、エナの校舎もあり、欧州のエリートが当地で養成される。また、近郊の村、エンツハイムには、スポーツウェア等で知られる、ルコックスポルティフの、同様に近郊のモルスハイムには、ブガッティオトモビルの各本社機能がそれぞれ置かれている。グーテンベルケやカルバン、ゲーテ、モーツァルト、パストゥールなども、人生の一時期をこの地で過ごした。 その中には現代史に欠かせないユダヤ銀行家がおり、マーク・ユージン・マイヤー、マルク・ユージン・ムイエ1842から1925といった。その祖父はユダヤ教解約委員会のラビ初期だった。自身は1859年17歳の時にカリフォルニアへ移住し、ロサンゼルスのデパート所有者となった。それからニューヨークでラザードの共同経営者となった。 そのモラザードでキャリアを積み、連邦準備制度議長と、初代責任総裁を務めた。このようなマークの息子が授かった娘は、キャサリングラハム女子である。もっと長く過ごしたマークの同時大臣で、ストラスブールの立場を理解するのに知っておくべき女性が、いる。メラニー・ド・プルタレスは、政治も担った。ステファニー・フォンベデル、ステファニー・フォンベドルズ、 1852から1937は、スウェーデンのが父である。ストックホルム駐在ドイツ帝国大使のと結婚した。1907年夫が、ラインラント総督へ就任したのを機に、ストラスブールへ定住した。身体障害児の養護施設、ステファニーホスピスを作らせるなどの社会貢献をなした。ローマ人が都市を築き、当時は、アルゲントラトゥム・アーゲンタウロトムと呼ばれた。 ローマ帝国がライン川をゲルマニアとの国境としていたので、この地はローマ領であった。4世紀以来、死教座が置かれている。455年に、粉族に破壊されたが、フランク族によって再建された。後に神聖ローマ帝国に属した、カトリック教会がシュトラースブルク死教座を設置、毛織物業も発展成立し、 交通の要衝でもあったシュトラースブルクは大いに発展する。当時の死教バルターフォン・ゲロルズエック、バルテルフォン・ジェロールセック、1231年から1263年の軍隊をハウスベルゲンの戦いにて打ち破り、1262年に自由都市となった。1349年、在住ユダヤ人が差別に耐えかねて、井戸に毒を流し、多数の市民を殺した。 家系は内容がまちまちであった。ルネサンス期の宗教改革では、早くも1523年にプロテスタントを受け入れ、市内にはカトリックとプロテスタントの教会が並んで建てられるようになった。17世紀、フランス王類14世の傍聴政策が自然国教論のもとこの地域に触所を伸ばし、30年戦争でドイツ圏のエルザスイコール・ロートリンゲン地方、 アルザスイコール、ロレーヌ地方を獲得すると、1697年に、大同盟戦争の講和条約である、レースウェーク条約により、フランス王国の領域に入り、シュトラースブルクはフランス語風に、ストラスブールと呼ばれるようになる。18世紀末、セルベールが、ユダヤ人総大として活躍した。1871年、不仏戦争で、プロイセンが勝利すると、 アルザスイコールロレーヌ地方はドイツ帝国領に復帰した。1875年インドシナ銀行ができるときにストラスブールの個人銀行が参加した。1919年第一次世界大戦でフランスが勝利し同地域は再びフランス領となった。第二次世界大戦でも独仏戦の戦火に遭い、1940年にドイツが自国領とするが、 1944年に連合国が奪還している。第二次大戦後はヨーロッパの歴史を象徴する都市として欧州の主要な国際機関が置かれている。1988年、イルガワの中州にある旧市街がストラスブールのグランディルとしてユネスコの世界遺産に登録された。都心にあるカテドラル、ストラスブール大聖堂。 アルザスの伝統家屋が密集したプチットイコールフランス地区がユネスコの世界遺産に登録されている。イル川の中洲である周囲2トルほどの島が都心であり、観光スポットもショッピングスポットもこの中洲に集中している。カテドラルは地元産の砂岩で作られているため外観がバラ色で地盤が弱いため先頭が片方しかないのが特徴である。また、 聖堂内には人の人生を表現したからくり時計、天文時計が設置されいる。プチットイコール、フランス地区は、元は、ナメシガー職人の居住地区だったもので、小水路が入り組んだところに、アルザス伝統の木組、コロンバージュの家が密集している。このプチットイコール、フランス地区内には、校門が設けられている。ストラスブールは、イル川の水運で栄えた水の都であり、 観光客向けに水上バスも運行されている。水上バスは都心を出発して、プチットイコール、フランス地区の高門を水路を調整しながら通過し、イルガー赤藩の欧州議会付近まで周遊する。その他、市内にはいくつかの美術館が存在する。郊外では欧州議会の会議場も見どころの一つとなっている。通常動機は、 欧州議会の建物へ入ることはできないので、外から建物を見学するだけになる。年に何度か欧州議会公開例があり、その時は会議場内部を見学することができる。欧州議会に隣接して欧州評議会、欧州人権裁判所もある。欧州議会、人権裁判所は非常に凝った現代建築である。観光で忘れてはならないのがストラスブール市の鳥。 シュバシコウは、ストラスブールのイメージキャラクターとして至るところで、登場し、都心部の土産物屋では、シュバシコウのぬいぐるみなど、多数のシュバシコウ関係のグッズが売られている。ストラスブール土産といえば、シュバシコウというくらい定着しているが、実際は野生のシュバシコウは、ほぼ絶滅しており、市内では滅多に見ることはできない。市東部にある、 オランジェリー公園内にコウノトリ飼育センターがあり、多数のシュバシコウが飼育されている。コウノトリ飼育センターは、動物園も兼ねており、シュバシコウ以外にも、クジャクなど他の鳥も見学できる。なお、オランジェリー公園は、市内最大の公園であり、コウノトリ飼育センターだけではなく、園内に、木組、コロンバージュの一軒家でミッシュラン一つ、母子フレンチレストラン、ビュルイーゼル、ブラゼルもある。 16世紀から続くヨーロッパ最大級にして最古のクリスマスマーケットマルシェル・ノエル・アルザスゴ・キリストの子マーケットは11月下旬から12月末まで約1ヶ月間開催され数百万人の観光客が毎年世界中から訪れるそのためキャピタル・ドゥ・ノエルの異名を持つ CNN トラベルで3年連続世界一のクリスマスマーケットにも選ばれている ライン側にフランス最大の河川港を抱えている。ライン側は今でもヨーロッパの物流の大動脈であり、ストラスブール港はライン側におけるフランスの玄関口を果たす重要な港である。港周辺には工場が集積しており、ストラスブール経済の重要な基盤である。また、ストラスブールからパリ方面やスイス方面へ運河も整備されている。なお、 旅客に関しては、鉄道、自動車の時代であり、一部の観光船を除いて、旅客船は就航していない。街道の街の名の通り、鉄道、道路ともに、主要な幹線が交差する要衝となっている。ストラスブールは、パリから真東へ、約 500km に位置しており、フランスの東の玄関口としての役割が大きい。南北方向へは、 ベルギーのブリュッセルからルクセンブルクを経て、アルザス地方、スイスからイタリアへ通じるルートの経路上にある。東はすぐにドイツであり、バーデンイコールバーデンやカールスルーへ、シュトットガルトに近い。パリからドイツ南部、ミュンヘンなど、やオーストリアを結ぶルート、A4 の経由点でもあり、東西、南北の国際幹線ルートの交点に位置している。鉄道は、上記のように、東西、 南北方向の幹線を持つ。2007年6月に TGV 東ヨーロッパ線が開業し、パリ・ストラスブール間は2時間20分で結ばれた。ストラスブール自体は都市圏人口45万の中規模都市だが、それでもパリから TGV 路線が建設されるのは、ストラスブールを中継して、近隣の主要都市への所要時間短縮が期待できるためである。これは、 フランスのみならず、ルクセンブルクや EU が建設資金を拠出していることからも明らかである。パリから来た TGV の一部は、ストラスブールからスイス方面、バーゼル、ベルン、チューリッヒなど、ドイツ南部方面、シュトットガルトへの直通 TGV となる。将来は、ドイツ国内の路線も整備され、オーストリア、ハンガリーへ至る高速鉄道路線を形成する予定ある。 ストラスブール近郊のエンツハイム市にストラスブール国際空港があり、フランス国内並びにヨーロッパ主要都市に就航している。なお、ストラスブール空港からストラスブール中央駅までは鉄道の鍋とシャトルが通じており、日中の便数は1時間あたり数本、所要時間は最速7分である。2013年にパリシャルルド・ゴール国際空港と ストラスブール国際空港間のエールフランス便は廃止されたため現在では TGV に航空便名を付与してフランス国鉄の共同運航という形をとっているこのため日本からシャルルドゴール国際空港経由で乗り継ぐ場合には実際にはストラスブール中央駅に到着することになるなおフランクフルト空港からはルフトハンザドイツ航空の連絡バスが ストラスブール駅前まで運行されている。このバスは航空機の代替便として走っているので、ルフトハンザ航空の飛行機の乗り継ぎ便として利用できる。日本からルフトハンザ航空や全日本空輸、ANA など、スターアライアンス系航空会社でフランクフルト空港経由でストラスブール入れる場合は、このルートが便利である。1994年よりトラム、 LRT が運行されている。2007年5月現在、4系統2 4トルの路線網となっている。このトラムは非常に斬新なデザインであり、トラム導入とともに、都心の歩行者専用ゾーン化、ラムの停留所設備の整備と一体化した景観整備なども行い、トラム導入を軸とした都心再開発を行った。トラム導入後、 公共交通の乗客数は大幅に増加し、なおかつ再開発が非常に高く評価され、交通街づくりの先進事例として評価が高い。遠く、日本からも都市行政関係者などが多数ストラスブールを視察している。欧州議会等が存在する街の特徴などから、ユーロトラムというニックネームが車両に与えられている。また、市内交通はトラムの他に、 バスがある。トラムとバスは1時間以内なら1枚の切符で乗り継ぎが可能であり、トラムとバスが一体となったネットワークで運営されている。トラム、シバスともに第3セクターのストラスブール交通会社 CTS が運営しており、CTS は他に空港連絡バス及びバイコールラン県内中距離バスリソット67も運営している。 2007年秋にはトラムが延伸され、2011年を目処にトラムとフランス国鉄線の直通運転が開始され、ストラスブール空港から都心への直通トラムが運行される予定である。ストラスブールは1970年代より一貫して自転車政策を推進してきた町である。現在では自転車道などの自転車空間のネットワークは ストラスブール大都市共同体全体で 500km を超え、交通モードに占める自転車の割合、分担率は、ストラスブール市中心部で14%、ストラスブール大都市共同体全体で8%となっており、フランスで最も自転車の利用が普及している都市といえる。また、レントサイクルであるベロップのサービスも提供されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。